はい、今回はですね、キン肉マンの第351話の内容を踏まえてですね、今後の予想などをね、お話ししていきます。なんでね、まあ最新話のネタバレなどが含まれる内容となっていますので、視聴される際にはご注意ください。ということで、まあまずはね、おさらいからいきましょうね。第351話のね、はい、キン肉マンたちと、調和の神が対峙する中、突如ザマンがモニター越しにその姿を見せます。そして現時点で超人との戦いに勝ち越している超人に天界へ昇る資格を与えるかどうかの決断を調和の神に迫ります。すると調和の神はザマンや知性の神の思惑通りにことが進んでいることを認めつつも、その資格を超人に与えるのであったということで、まあ、あの天界へ通ずる道っていうのがバベルの塔だったっていうところで終わったんですよね。で、次に今後の予想なんだけどね、第351話でね、まあ、新展開に入ったというかね、あの方針が転換したのかなと感じるところもあったんでね、また一からね、予想をし直すところがね、出てきたと思うんですが、まずは対戦場所ですね。はい、目指す場所は、展開なんですが、戦いの舞台っていうのは、隠された展開への道、バベルの塔かなと思われます。いわゆるセイントセイヤみたいにですね、あの12球をね、突破しながらね、駆け上がっていくみたいな感じに、バベルの塔を登りながら、超神と戦う展開を予想されている方も、いらっしゃいましたね。これは普通にありかなとは思いますね。王道ゆえに楽しみやすいと思うんですよ。やっぱまあこれもあくまで個人的な意見なんだけど、セイントセイヤもなんだかんだでゴールドセイントの12球の戦いが一番好きだったりするんで。で、バベルの塔についてなんだけど、塔そのものとして描かれるかもわからないんですが、この点も注目したいですね。まあ、例えばその巨大な塔として普通に描かれるのか、奇抜なデザインの道として描かれるのかっていうことですよね。はい。で、さらにですね、展開にもしもついたら、展開について終わりっていう可能性もあるんだけど、そこで対戦もあるのかっていうのも気になるところです。まあ、あの、展開の神は実体がないんで、そのままの姿で戦う可能性は非常に低いんですけど、そもそもね、神が超神になったら展開にいられるのかっていうのもわかる、なんかいられそうにない感じはするんだけど、そのあたり、どうなんでしょうかね。あとまあやっぱり展開にね、進行してきた謎の勢力との戦いなどはあるかもしれないなとは思っていたりします。これ後でもちょっとね、触れますけども。なおですね、まあ動画のコメントでいただいた意見や様々なブログなどの考察でね、スーパーマンロードっていうのがバベルの塔を指すっていうものがありましたね。はい。もしこの考察が当たれば、スーパーマンロードの神様っていうのはバベルの塔の管理者として登場するかもしれません。まあ、場合によっては試練を与える形でね、中ボス的な立ち位置で対戦する可能性もあるんじゃないかなっていうのは、まあ考えていますね。相手はやっぱりジェロニモとかになるんですかね。で、次にですね、まあ、あの、今回の展開によって、傷ついた超人もね、完全回復して仕切り直しになる可能性ってのは高まったんじゃないのかなとは思うんですよね。これわかんないんですけど、そのまま、そのバベルの塔に向かうっていうことも大いにあり得るんでね。ただ、まあ、あの、それがあれば、あの、いわゆるね、その、例えばビッグボディとランページマンの対戦っていうのもあるかもしれないですよね。まあ、その、調和の神もね、超人を抹殺するっていう選択肢はね、依然として外していないとは思われるんですが、次回以降の展開では、さすがにね、超人にね、時間の猶予を与えてくれるかもしれないですよね。そこにバベルの塔あるから今から行けよみたいな、そういう風よりかは、万全な準備して、まあ、覚悟を持って来いみたいな感じになった方のが自然かなとは思うんだけど、このあたりわからんけどね。で、そうなると、まあ、あらかじめね、メンバーをね、選抜してね、バベルの塔を目指すことになるんでしょうかね。まあ、その、ゼブラとね、マリポーサがね、ここでね、
編成されることを願うばかりですね。ここで外されちゃうとちょっとええっていうなっちゃうと思うんでね、まあ、大体なんていうか戦いそうなメンバーはみんなこのシリーズでは対戦があるんじゃないのかなとは思うんですが、あとやっぱりそのロビンマスクやオメガのタミンも参戦時期っていうのも気になりますね。ひょっとしたらオメガの民も普通に間に合って一緒にさあ行こうかっていう感じになるかもしれないんですけれども、あとまあその血明軍以外のね悪魔超人もね仲良く一緒に行動するタイプではなさそうなんだけど、意外に一緒に行くかもしれないんだけどね、まあどんな演出で再登場するのかっていうのはちょっとここもね注目ポイントかなと思います。で次に戦う目的なんだけど、まあ、ここはやっぱりもうシンプルにね神々からの試練を受けるにあたって、まあ、超神と、対戦するっていう展開になるんでしょうかね。やっぱりねまたその先ほども少し触れたんですが、新たな勢力が展開に進行するっていう流れになればその者たちと戦う展開っていうのもありそうですよね。でまあこの戦いに勝利すれば神々にも認められる可能性はあるんじゃないかなとは思います。まあそうなればですね一部の超神がね味方として戦う可能性もあるんで、まあ超神側の再評価にもひょっとしたらつながるかなっていうのは思ってたりしてます。でまあ最後なんですが、これについてもねいろんなところで意見が見られたんですが、サタンですよね。はい、このサタンがね再登場する可能性がちょっとね、少し高まったんじゃないかなとは思うんですよね。つまりまあ展開への道が開かれるのであれば、神になりたがっていたサタンが何らかのアクションを起こす展開も、まあ、十分に考えられるんじゃないかなと思うんですよね。それこそ超人がねバベルの塔を使ってですね展開に行く途中にそれに乗じてちょっとついていっちゃおうかなみたいな感じで、まあそれかあの新しいなんかサタンのね軍勢みたいな感じでやつらが進行してくる可能性はあってもいいんじゃないかなとは思ってます。で調和の神なんだけど、まあ、威厳が感じられるキャラでねボスにふさわしいと思える一方ですね、積極的に超人を滅ぼそうっていう感じでもなくて、なんかヒールに徹していない印象も受けるんですよね。まあ、これ自体は全くね悪いとは思わないんですが、ただやっぱりよりねストーリーを刺激的にするために、まあ、サタンみたいなその典型的な悪役を登場させて三つどもえの戦いにさせても面白いかなとは思ってたりします。まあその本来ですね神が超人を抹殺するため地上に侵攻してきたっていうしっかりとしたねストーリー構成あるんで、新勢力の登場っていうのはねグダグダになるね、あのそういった可能性もあるんでリスキーな面もあるんですが、まあここに来てねカピラリアのピース争奪戦の方針転換と言っていいんですかね。あとまあ舞台がねバベルの塔と展開に移ったっていうの、これを契機にまあそういった思い切ったね、展開になるっていうのもあり得るかもしれないですね。はい、とにかくまあ重ねて言うとストーリーがね大きく方針転換する可能性があるんでね、だからまあこの先ねそういえば超神って超人を滅ぼそうとしなかったみたいなねことを言う日が来るかもしれないんですが、まあ、何はともあれ次回以降楽しみですね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。